はい、おはようございます。スーパービートクラブでございます。雑談をお届けしてみたいと思うんですが、今ねこのラジオ収録してますのが今日が9月の17日火曜日でございます。今朝のね7時15分ということで、まあちょっといつもよりもね早い、ラジオのね収録時間なんですが、今日ねお話ししてみたい内容というのがですね、ポロシャツおじさんデビューしましたっていうねお話をしてみたいと思います。ポロシャツおじさんですね。社会人の方であればね、まあ最近なんかね、チラチラ見かけるなっていうね、のを、思ってる方もね、いらっしゃるかと思いますが、まあ、いわゆる最近ね、やっぱりこう、まあ夏、まあとても暑いという中で、あと、まあ、最近こう、なんていうんですかね、世の中的にも、まあ服装に関して、ね、仕事なんかでも、まあだんだんこうね、フォーマルな、まあ服装から、カジュアルな服装にね、変わりつつあると。いう中で、まあ、なんていうかね、サラリーマンの方でもね、会社が、ポロシャツもね、夏場はいいですよ、みたいなね、会社もね、増えているんではないでしょうか。ポロシャツね、まあ、一見するとね、なんか、中年男性のね、おじさんのね、休日の、格好にね、見えますけど、まあ、最近はね、まあ、そんなポロシャツなんかもね、まあ、普段のね、業務、仕事の中でもね、まあ、やっぱりこれだけ暑くなるとですね、まあ、ワイシャツとかね、まあ、あと半袖シャツなんかもありますけど、着てるとね、めちゃくちゃ暑いという中で、まあ、若干ちょっとね、ラフな格好でもいいよっていうふうなね、まあ、会社なんかもね、増えてるかと思います。私のね、勤める会社もね、まあ、最近ね、やっぱこの暑さのね、影響もあってですね、まあ、もうちょっとね、服装は、基本的にね、我々、まあ、スーツ。まあ、女性は、まあ、いろんな格好、制服がないんでね、まあ、いろんな格好ね、自由な格好をされてますけど、基本的に男性はね、まあ、スーツっていうね、ところだったんですけど、まあ、夏場に関してはね、ポロシャツとかでもいいですよと。で、まあ、冬場もね、まあ、基本的にまあ、お客様先にね、行くとかね、行った時に、まあ、失礼のない服装であればね、何でもいいよ、みたいなね、感じになっておりました。という中で、まあ、うちのね、私の勤める会社なんかでも、最近ね、こう、ポロシャツをね、着る、方がね、非常にね、増えてきております。やっぱりこれだけ暑いとね、まあ、特に外回りする営業マンなんか、とかね、なんかね、やっぱりね、ポロシャツの方が、まあ、涼しいっていうのもあってですね、ポロシャツ着てる方、ね、非常にね、多いなっていうところなんですが、個人的にはね、私ね、ちょっとね、ポロシャツに関してはね、まあ、否定的な派でございました。っていうのはね、みんながみんなね、ちょっとポロシャツ、やめた方がいいんじゃないっていうふうにね、思うわけではなく、どちらかというとね、まあ、40代、以上のね、方、特にですね、まあ、お腹がね、こう出た、でっぷりとしたね、まあ、ふくよかな体型の人、こういう人はね、ちょっとポロシャツ、着るのね、やめた方がいいんじゃないかなと。ほんとね、まさしく、ポロシャツおじさんになるんじゃないかな、というふうにね、思ってた次第でございます。やっぱりね、こう、まあ、スーツと比べるとね、やっぱりこうカジュアルなね、イメージがあるポロシャツなんですけど、お腹が出てたりするとですね、なんかね、すごいね、だらしないなーっていうふうにね、見えるんですよね。なので、やめた方がいいんじゃないかなーっていうふうにね、思ってたんですが、まあそんなね、思ってる私がですね、このね、まあ9月、まあ中旬、まあしかもね、折り返し、9月をね、折り返しした時点でですね、まあまさかポロシャツおじさんになるとはね、思ってもいませんでした。ということで、まあ何があったかというとですね、いや実はね、まあ先週から、ちょっとね、まあとある仕事でですね、外でね、仕事をすることがね、増えてきております。まあ、外で仕事をするっていうのもね、なんて言うんでしょう、肉体労働をするわけではないんですけど、まあ、外でね、まあ、ちょっとこう、なんて言うんですかね、人をね、こう、まあ、警備じゃないんですけど、誘導する係なんかをね、ちょっとすることがあってですね、外に出てることはね、多いんですけど、まあ、まだ、このね、9月、半ばになってもね、まだまだ残暑が厳しいと。まあ、残暑と言っていいのか、もうなんかね、毎日最高気温35度を超えてるという感じで、なんか東京の方とかね、まあ、東日本の方は、徐々にね、涼しくなってるみたいなんですけど、いや、西日本はね、まだまだ、厳しい、酷暑が続いてるという中で、まあ、35度の中でですね、まあ、長袖のね、ワイシャツを着て、外でね、いろんなこう、誘導係してるのは、もう正直ね、厳しいなというふうなね、感じでね、思っておりました。ほんとね、汗だらだらですし、まあ汗かくだけだったらいいんですけど、やっぱりね、まあ汗かくとですね、まあおっさんになってくるとね、やっぱりね、匂いが気になってくるというところで、ちょっとでもね、まあ汗をかかないようにね、涼しい格好したいなという中で、もうこら、しゃないやと思ってですね、まあ意を決して、
まあ、ポロシャツおじさんデビューすることにしました。まあ、まさかね、こんなね、9月のね、まあ、ほんと折り返し、まあ、半ば、もうすぐね、下旬っていう時点でね、まあ、ポロシャツおじさんデビューするとはね、思いもよらなかったんですけど、いや、あんまりもね、暑すぎて、もうこれはね、背に腹は変えられるというところでね、もうちょっとデビューしようと思った次第でございます。うん。まあ、まあ、私、まあね、ちょっと自分でね、言っておきながら、まあ、ポロシャツおじさん、かっこ悪いな、というふうにね、言っておきながら、まあ、まさか自分がね、こう、デビューするとはね、思いもよらなかったんで、まあ、若干ちょっとね、恥ずかしいところはあるんですけど、うん。まあ、唯一ね、まあ、私、どちらかというとね、まあ、痩せ型でございます。で、しかもね、毎日ね、まあ、ジョギングとともにですね、筋トレをしてるおかげでですね、結構ね、痩せ型の割にはね、胸筋がね、あるんですよね。うん。しかもウエストが細いというところで、まあ、ポロシャツおじさんの中では、まあ、若干はね、こう、シルエットはね、いい感じにね、保てるんじゃないかな、なんてことをね、まあ、自分流れでね、思ってると。うん。周りから見るとね、いやいや、おっさんにはね、変わりがないというふうにね、言われるかもしれませんが、自分の中では、まあまあ、いけてんじゃないかな、というふうにね、思ってる次第でございます。まあ、多分ね、実際にはね、あんまりいけてないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、どうなのかな、というところですね。はい。というところで、まあね、今日はそんなこんなで、うん、ポロシャツおじさんデビュー、まあ今日からね、しました、というところで。まあ実際ね、今日、ちょっと、本当ね、今ね、会社に向かってて、もう会社にね、着いてからで、すぐにね、まあ外出するんですけど、まあ、今までとね、比べて、どれぐらいね、涼しいのかっていうのをね、まあ体験しながら、うん、体感しながら、またね、どっかのラジオでね、お話できればなと思います。ちょっと今週はね、まあ、昨日までね、3連休だったんですが、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日と4日間しかね、ないんですけど、いや、今週ね、めちゃくちゃね、仕事が忙しくなるというところで、まあどうなるのか、若干ちょっとね、不安なところもありますけど、まあ楽しくね、1週間過ごしていきたいなというふうに思うところでございます。はい、ということで今日はね、そんなこんなで、ポロシャツおじさんデビューしましたよというね、お話をさせていただきました。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。